はい、トロポンです。今回の動画は3月27日、おすすめ厳選塾馬のご紹介、そして二0章本命発表動画となります。はい、まずはですね、毎度おなじみ2021待値競馬のね、会員様募集のお知らせなんですけども、現在ね、2週間終えまして、先週の日曜日もね、あの見事プラス収支に終えることができてですね、今のところ4日連続すべてプラス収支という形で、えー、進んでおります。 ぜひね、あのー、今からでも遅くはないと思いますので、期待チケバ2021参加してみたいという方はね、概要欄の方を見ていただいてですね、メールの方でご連絡いただければ幸いです。はい、まずはですね、じゃあ早速おすすめ厳選軸前行きたいと思います。はい、まずは中距離一列3歳未勝利戦、ダート1400メートル。こちらのレースから取り上げたいと思います。はい、おすすめ厳選は3枠5番のレッジョ・エミリアですね。 レッジョエミリアはい、レッエミリアねデビューしてから4000走って全て芝なんですけどもここ2層でねあの積極的に前々に、えー、取り付く競馬ができておりますでどうしても切れ味負けしてしまうのでねダート変更ということなんですけども、まあ、母八も、ね、エンパイアメーカーですし衛星光もねあの海外で重い大芝で煮きってるようにね ダートは代わりで一変する可能性があると。でしかも先週の、ね、中京はとにかく前に行かないとねあの、どうにもならなかったババコンディションでしたので、今回もね、今のところ晴れですけど、ババコンディションがやや重も発表ということで、相変わらずね、足抜きのいいババコンディションが続いてね、前々有利の可能性があるということで、このレッジオ・エミリアね、このダート戦でも先手取れれば、 十分前残り期待できるかなと。で、枠も内折りですしね、非常に面白いと思います。それでいて、単勝12番人気39.1倍、馬連想おなかし合成打つ23.8倍というのは非常に期待値としてはあるというふうに判断しております。はい、ということで1投目はこの中京一1レースの3枠5万、レッジョエミリアでいきたいと思います。はい、続きましてが、中京離レです。 はい、1200m 戦ですね。ダート3歳未勝利戦、はい。こちらのおすすめ源泉は3枠6番のスターリーアイズですね。スターリーアイズ。はい。この馬もね、デビューしてからすべて芝レースということで、芝のレースでもね、4回逃げているんですけども、やはりこれも切れ負けという感じなんですよね。で、フェノーメラもね、ダート代わり非常に走りますし、 母っチのシンボリ・クリスエスもね別にダート全く問題ありませんからあの非常にね面白い1頭だかなとこちらも先ほどと同じように剪定を主張して取れればですね、十分粘り込みが期待できるかなとそれでいて6番人気14.5倍とで生まれん草流し合成オッズも5.6倍とまあ未勝利の、ね、中ではね芝レースで2着に来たこともありますからまあ 持ってるね能力的なものは未勝利戦の中では上位だと思いますのでね、ダート代わりでさらに走りが一変すれば十分粘り込みが期待できるかなということで、このおすすめ厳選にとめに選ばせていただきます。はいで続きましてが3つ目ですね、阪神の5レース。 未勝利戦のダート 1400m はいこちらの3投目のオススメ源泉は5枠10番のウォーターボンボンですねはいウォーターボンボン、まあ、ウォーターボンボンはねデビューから3戦 1400m 戦に走ってねまあ5着6着7着とまあ今一つのね着順だったんですけどもこの 1700m の小倉でね2回走って非常に積極的に3コーナーからまくるようなね競馬を2回したんですけどもまあ かなりね、走りにねあの、キレが出てきたかなということで、今ならばですね、1400メートルの距離短縮で、んなんかはまりそうな雰囲気なんですよね、非常に、あの、走りが良くなってきたということでね、もともと距離は1700メートルだとちょっと長かったのかなと、かなり長い橋を使って3、4コーナーからまくったんですけども、最後ちょっとね、直線で足が上がるところを見るとね、ですので、 1700m で見せたような競馬を 1400m に当てはめて競馬してくれればですね、十分構想可能かなというふうに私は思っております。決闘もダーッと走りますし、全く問題ありませんからね。 それでいて、単勝が現在57.8倍、今連想の中お腹死亡性を打つ11.6倍と非常に美味しくなっていますのでね、こちらのレース、ウォーターボンボンから狙っていきたいと思います。はい、ということで、おすすめ厳選3投目は、阪神5レース、5枠10番ウォーターボンボンということでいきたいと思います。ということで、以上ね、おすすめ厳選3投目は、委員長のようになります。はい、続きましてはね、 はい、20勝本命発表ということで、まず、毎日杯のほうからいきたいと思います。はい、毎日杯は、ね、非常に等数が小党数で急騰立てということで、そこまで、ね、大きな波乱はないのかなと、まあ、セントポーリア賞の、ね、内容が非常に良かったグレート・バネシャン。 がやっぱりね上がりもしっかり使ってましたし0秒432着とちぎっているということでねまだまだ余力十分ということで前走もね先行場有利の中1頭差し切ってますから33秒3でねこれはもう阪神の毎日ハイ、はいえー、阪神の馬場コ,コンディション非常にいいですし外回りの直線ならばね、まあ、まず取りこぼさないかなということでねグレートマジシャン本命でいいと思いますまあ一番人気なんでね 1.9倍ですからまあ相手関係がね非常にまあシャフリアールとかがまあ2番人気になると思いますけども2着争いは若干ね波乱含みが考えられますので、うん、このレースも正直そこまでねあの思い切って買うレースではないかなと、まあ、見るレースでいいんじゃないのかなというふうに私は考えておりますはいということは本命はグレートバンチュンでいきたいというふうに思っておりますはい続きまして日経賞ですね はい、こちらの方がね、あのー、メンバー的には等数も15頭出てますし、非常に面白い一戦なのかなということでね、まあ、一番人気はカレン・ブーケドール、有馬記念5着以来ですけども、堅、まあ、実にね、あのー、JC も4着、有馬も5着ということで、まあ、力が抜けていることはまあ認めるんですけども、まあ、カレン・ブーケドールはね勝ち目に遅いタイプなんでね、何かの間にやられてしまうと。 いうことなんですよね。ですから、まあ、カレンブーケドル、3連複とか3連単買う方は、軸としてはね、非常にいいのかもしれませんけども、ただね、1番人気から買うとなかなか点数もね、絞っていかないとあの、きついということで、まあ、なかなか馬券を組み立てる上ではね、難しいかなというふうに私は思っております。そんな中、私の本命はですね、4枠6番のウィン・キートスと、こちらね、格上げ初戦なんですけども、非常にね、この馬、 デビューしてからね、1回も掲示板を外したことがないという堅実な馬なんですよね。まあ、一生クラスを突破するのもなかなか時間はかかったんですけども、ただここ最近はね、5走中4回中山で走ってるように2500メートル、2200メートルと、中山の非根幹距離で非常に安定した競馬ができていますし、筋量も53キロなんでね、あの、安定して好位から、あその自分のね、能力だけは走ると。 でこういう日経賞の前哨戦みたいなね、感じで、淡々と多分おそらく流れると思うんですけども、うまくスローペースに乗じてね、好意からなだれ込みが十分期待できるなと、今のね、調子ならば。ですので、ウィン・キートス現在6番人気15.0倍、今連想を流し5セオツ5.5倍と、まあ私はウィン・キートス非常に美味しい配当なのかなと。他の馬もね、 2500メートルに伸びてちょっとマイナスの間とかもいる、いますので、それならばね、現在調子のいいウィンキートスから十分粘り込みが期待できるかなというふうに私は思っております。ということで本命はウィンキートスでいきたいと思います。はい、ということで今回の動画は3月27日おすすめ厳選軸馬のご紹介と二重賞本命発表動画でした。以上です。